こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、今回第3戦ということで、キャピタル東京戦ですね、こちらを行っていきます。現在、1勝1敗ですね。ホルティール浜松には勝ったものの、メンソーレ那覇には負けてます。ということで、この試合をどうするかですね。やっぱりまだまだジャパンカップ優勝したとはいえ、力差あるとは思うんですよね。ちなみに相手は、相手見忘れた。そう、この3人が特に強い。わ、国分なんかも特に強いですね。このメンバーで、やります。基本は変わらないや。クラリスか。クラリスを入れよう。赤いカナを入れます。これで、試合を行います。おっと、マナミってどうなんだろう。あ、いい選手だよな。これで行きましょう。やっぱり相手アウェーということもあるんですが、やっぱりキャピタル東京強いですね。どこまで食らいつけるか。ツートップは主力級ですが、果たして。さあ、キックオフ。おっと、早くも いきなりびっくりですね。ファルか。さあ、くるみ、すごいまっすぐ来ている。くるみ上げた。さあ、捉えました。開封には気をつけろ。うまい。窓か。くるみが上げた。今年なんですけど、実は、ゼフォン 5Z は買ったんですが、このカルチョビットアって、iOS から Android への移行はできないんですよね。ライセンスの。チャンス!チャンス!チャンス!おっと。及ばず。逆にピンチを招きます。うまい!と、ダーコに繋いだ。おっと、まっすぐくるみ選手点!ここからの速攻は見事ですね。まあ、これしかないっていう感じですよね。さあ、先制です。そう、Android から iOS、もしくはその反対のライセンス移行ができないんで、同じ iOS とか Android 同士だったらできるんですけどね。なので、Zenfone 5Z は Android です。ね。ですが、iPhone 6S は iOS なので、見事、しばらくはこれ使い続けて、なるべくこれ優先してやって終わらせて、iOS 6S かなり電池も下手ってるんで、電池交換サービスっていうのはあるんですけどね、スペックとかを考えると前半終了ですね。ここで
スペックとかを考えると、ひとまずこのカルチョビットアを終わらせて、他のゲームやっていきたいかなと思います。ほんとこれだけ iPhone6S が完全に移行できないのも、これがライセンスが移行できないからなんですよね。ちょっと惜しいな、カルチョビットア。もう気をつけてくださいね、これからカルチョビットアを やる方は。スマホの移行で、iOS から Android、Android から iOS に移行すると、ライセンスは移行できませんので。さあ、後半です。ここからもう試合やっていきましょう。と言っても iPhone の方がなんかゲームに最適化されてるんで、同じ性能だったら iPhone の方が使いやすいなっていう感じます。特に今 6S で遅いってこともないですからね。さて、そろそろ、あ、ここが交代時ですね。みゆきから彩香に交代します。早く交代しないと他の選手のスタミナにも響きますからね。おっと、キャンデロ。さあ、終盤の弱さがあるんでね、こう気をつけないといけません。おっと、ナイス。さて、今度は中盤がバテてきた。どんどん変えていきましょう。多分、先頭は大丈夫だと思うんですよね。先頭というか、フォワードは。さあ、緑見事です。すごいな、これ。緑のこの運びがすごいな。なんか目がいくつもついてるようですね。さあ、これで逃げ切りを狙います。キーパー取りましたね。逃げ切るかどうかは知りません。終盤がとにかく弱いんで、早いうちに対応しとかないとね。お、出ましたね。こちらボールです。さあ、ここ気をつけろよと思ったら取られてしまいました。上りを。さあ、飛びつくぞ。入ってしまった。いつもこれですよ。まあ仕方ない。やっぱりがっかりだな。やっぱり首位だとそういう反応になるんですか。高さで回復がすごいな。高さが圧倒してます。さあ、相手も交代に出てきましたね。リオ、さらに彩香、早い。ナーコ、くるみ入ったに、早くも、勝ち越し。うまいようにボールがつながりますよね。ここまで来たらも勝ちたいですよね。いや、見事ですね。さすがくるみ。くるみ前につなぐあのプレーも見事でしたね。そう、あとアクセス数がこれいいんですよね、カルチョビットアーは。というのもあるんで、カルチョビットアーどんどん積極的に遊んでいきたいなと、ノーホイッスルか思います。まあ同点だったらいいのかなっていう気はしますが、そんなこと言ってないや、守備がほとんど動けない。逆サイド、おっと、どこに行く、サヨに行った。さあ、相手も最後のチャンスだと思ってるでしょうね。もう出ましたね。さあ、刻々と時間が過ぎていきます。ロスタイム1分。試合終了です。勝ちましたよ、首位に。いやー、見事。このくるみのロングシュート、さすがにシュート見事ですね。
窓から回り込んで撮れたんですよね。緑、これはちょっと決めてほしかったな。さて前半26分、先制したのはクラワーカリーバーズでした。なんかこっから緑速攻でクルミへ。後半に入って25分、開封の高さ、ここで浅い取られてしまってからが、ここがまあ弱さなんですけどね。しかしその直後、後半30分、この速攻からつないで最後はくるみが萌えが完全に裏をかいた感じですよね。そして最後攻め、やっぱりキャピタル東京も疲れているのか、決定打与えられずに試合が終わりまして、見事首位キャピタル東京から勝利を奪いましたよ。やりました。さあこれで2位ですよ。勝ち点は首位と同じ。これで全勝がいなくなったのかな。勝ち点が6、嬉しいですね。ということで、お浅草サンダーボルトって去年結構上位のチームだったんじゃないの。7位ですね。そんなに上位じゃない。選手データを見てもまあでも S が多いですね。そう抜けた選手はいないけど、やっぱり守備が強力に見えます。さあ女子選手、特にキーパーを待ってるんですけどね。ヤンがいますね、上海で。ヤン、この前取りに行こうとして取れなかったんですよね。もう一度オファーをしてみますか。はい、ということで見事に、キャピタル東京首位のチームに勝ってしまいましたよ。これで2勝1敗ですね。今年は結構上位狙ってもいいんじゃないかなと思いました。次の試合、浅草サンダーボルト戦も、ここは取りに行きたいなという気になってきましたよ。いや2年目で少しずつですが、まあ少しと言いつつかなりの成長している感じがあるので、これは期待したいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録まだの方お願いいたします。動画をお持ちの方、動画を投稿されていらっしゃる方でしたら、何人目か言っていただければですね、いいことあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。高評価コメントなどもいつも通り お待ちしております。またこの動画最後の20秒で関連動画や動画プレイリスト表示されしますので、もしお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。